死崎小竹は、江戸時代後期の日本の儒学者、諸家。本生は、加藤氏。陽名は金吾、名は筆、字は、小、筆、小竹は郷で別号に賢手道、南豊か、上豪、大安、佐、王などがある。通称は長左衛門。天明元年、文後国の医師、加藤天ねてへの次男として、大阪に生まれる。9歳で、 篠崎三島の私塾売課者に入門し、古文字学を受ける。三島に後継ぎがなく十三歳の時に望まれて、養子となる。しかし、江戸幕府による完成の改革が進む中、来三洋に、勘化されると洋家を抜け出し、江戸に留学。美等二州に学び子が整理の門をくぐって、朱子学者に転校する。その後、洋父三島にわびて和解がなり、 バイ社を継いでいる。三島にも勝って塾は栄え、多くの門弟を育てた。詩書に優れ、書籍を刊行しようとする者の,のほとんどが小竹に、序大、罰などの文章を求めるほど人気があった。天国も、得意とし、いなげややまの、高霞かすにえにその印が掲載されている。温厚で、社交好きな性格だったこともあり、関西学芸会の名手となった。 来山陽とは、養夫、三島が、寒茶山と門尺のあった、春水の長子、山陽を預かることとなり、子だけはすぐさま、山陽の才能を見抜き、茶山との間柄を取り持ち常に、山陽を擁護した。その友情は、山陽の死後も続き、維持の面倒まで見ている。また、 大塩平八郎とも、養父三島に所属を習った弟子である関係で交流があったが、平八郎は、陽明学者で、朱子学者とは、犬猿の中であり、兄弟子である小竹とも、学説上の対立があった。開園四年、死去。去年七十二。大阪天馬天徳寺に葬られた。大正十三年、15位を追贈された。小野市庭中産物北尻左辺。 増衣所見電造保板上特使増衣年表 P54。ありがとうございます。